はいみなさんこんにちはギガプロットですえーっと今回のどうでしたでしょうか皆さんえーっと今回の3ランキングこちらの森落の殺人鬼どうだったでしょうかかなりえーっとまあ前回とあんまり変わらずというまあ難易度でかなりまあ鬼畜だというまあ手駒え次第前回も言ってましたけどねあのキャラ次第とか手駒次第とかっていうところでかなり依存しちゃってる まあ、かなりそれで左右してしまう。クリアできないとかね。クリアできるできないっていうのはそこで左右するっていうのがかなりあるんで。まあ、これは、これはどうかなと思うんですけど。まあ、それは置いといてですね。あの、今回のイベントが終了後ですね。えー、っと、こちら新しいイベントが来ますね。えー、っと、バラエティオブファイターズ3開催ということで。はい。えー、っと、これ。 バラエティオファイターズ3なんですね。もうね。はい。で、ここに、えー、っと、なんかこう、キャラクター、アシストキャラクターが映ってますね。これ、いかにもこう、アシストキャラをこう出しますよっていう、ガシャをね、ガシャを多分、ガシャだと思うんですけど、はい。出ますよということですね。で、バラエティオファイターズ3では、特定のイベントアイテムを、ガッドロップと。で、アイテムを集めて、ボックスガシャを引こう。ここがちょっと、 あのー、なんか、んっていう感じですね。イベントアイテムを集めてボックス傘を引こう。これダイヤモンドコインじゃなく、普通にそういうイベントアイテムで引けるっていうことなのかなそういう解釈でいいのかなはい。えって、と、ことで楽しみでございますね。で、何気に個人的には、あのここのアシスト枠ですね。アシスト枠。このアシスト、猫、え、草、ー、トニオさん。で、えー、っと、荒れてる時のシーザー。 で、ズイズイとか、あとは、えー、虫食いではないって言ったやつかな。<laughs> えー、まぁ、あ、映ってるわけなんですが、ここになぜかボインゴが映ってないというのがちょっと、個人的には、んって、ちょっと、あれっていう感じですね。ちょっとボインゴとか、まさかっていう感じですね。<laughs> はい。そしてですね、あのー、このマインド、あの、バラエティオファイターズっていうと、ポイント友情ポイントガーシャとかで、 確か弾けたと思うんですけど、あの、ぶっ壊れマインドですよね。要は、あの、先日も、まあ、新規向けかどうかちょっとわかんないですけど、あの、個人イベントで、ズキューンのこのマインドね、このマインドとか、これね、未だにやっぱ、あの、ずっと重宝してる、こう、アタック、アタック盛りの、こう、あの、マインドなんで、 ズキューンとか、あと、この残殺処刑してくれようですね。これ、アタックプラス18%とかね、アタックの5%ディフ情報、えー、上昇、えー。で、アタックの 8%HP 上昇とかね、これぶっ壊れ。これじゅ散々言ってましたが、これがね、バラリティブファイターズ1の時に、このズキューンが来て、で、えー、っと、こういうシゲチのやつとかね、このイギのやつとかもそうですけど、 えっと、で、バイラリティファーズ2の時にこの残殺処刑が来たのかなはい。で、そういう感じで、まあ、これも、そうですね。これもアタック上昇系。えー、これはディフェンス。これディフェンスの高いキャラクターに、えー、装着すると、まあ、かなりいいと。アタック上昇するということですね。で、まあ、こういうマインド群がね、あの、まあ、復刻するかどうかっていうのが、 ま正直、わからないというところですよね。まあ、本当に、あの、先日の個人イベントで、こう1、1 2枚ずつか、ューンと残殺処刑が2枚ずつ、個人完走すればね、個人完走した場合、2枚ずつゲットすることができましたね、これね。はい。そういうところで、ちょっと、あの、個人完走してようやく2枚ずつっていうところで、これは、 あの復刻するのかなっていうちょっと疑問がありますよねうーんどうしようもはいまあ、こんな感じで僕はあの初期組なんであのガンガンこう引いてやってましたけどもあのー、本当にこういうこういうマインド本当必須なんで今は今は特にあのディフェンス、まあ、アリーナとかで言えば一時期はそのディフェンスをカチカチに上げてねなんかその HP とかめっちゃ上げて その、相手を妨害するみたいな、が流行ってましたけど、結局、アタックのゴリ押しで、あの、ガンガンガン行った方が効率いいんでね、アリーナとかもね。はい。で、まあ、普通のクエストとか、イベントクエストとか言わずもうかなっていう感じですけど、こういうマインドが復刻するかっていうと、どうかなと思うわけですよね。うん。本当に先日の数字9のイベントだっけあれで、 個人感想がかなりだるかったのに対して、まあ、それでようやくズキューンの残殺処刑が2枚ずつしか配布されなかったので、まあ、今回のバルティオファイト3で、果たしてどんな、えー、ま,あまあ新しいマインドも多分来るとは思うんですが、どんなそれがどんなマインドかっていうのも分からないし、で、このやっぱりぶっ壊れマインド、こういうのが復刻するかっていうのもちょっと分からないですよね。うん。 まあ、復活した方が、やっぱ、あのー、ご新規さんとかにはね、あの、絶対いいと思うんですけど、まあ、やっぱ先日のね、やっぱ数字級のイベント、ん、あれで2枚ずつしか配られてないというところで、ちょっと、お察しかなと、個人的には思うわけですよね。はい。あとは、えっと、アシストキャラクターですかね。アシストキャラ。アシスト、えー、っと、ネクサがね、あのー、まあ、ぶっ壊れということで、 あのー、この星3のね、こいつ、こいつはまあぶっ壊れ、これがバラエティオファイターズ2の時がちょっとどうか忘れたんですけど、まあ、こいつ、あのー、225までね、めちゃくちゃブーストできて、なおかつこいつがステータスが半端なく、じ尋常じゃないっていうことで、まあ、ぶっ壊れのアシストキャラクターなんですけど、まあ、こいつも復刻するかっていうと、どうか っていうところではあります、正直ね。あのー、これの穴埋めとして、<coughs> このダービーとか、えー、このアブドゥル、ジョセフ、で、がジョータローで、あとはポルナレフか。はい。ポルナレフ見当たらない。まあ、それらが、まあ、配布、100体ずつ配布されたんでね。なんで、こネコグサが復刻するかっていう、ちょっと微妙な感じはしますけどね、正直。うん。 まあ、そういう感じですね。バラティオファイター3でどんな感じで、まあ、あの、救済というか、うん、してくるんでしょうかね。現状のやっぱ、タウンランキングがこういう仕様、もう本当にアシストとかね、そのステータス依存、えー、マインド依存、キャラクター依存っていうところになってるので、かなり、あのー、まあ、正直言うと、その、ガンガンやってたぜ、ほど、 まあやっぱり有利と、有利性が高いという風になってるわけですね。こうタウンランキングはね。うん。そういうところで、その平等にこう、競い合えるっていう状況ではないわけですよね。現状で。タウンランキングはね。なんで、まあそう、こういうのはまあ積極的に復刻した方がいいのかなとは思うんですが、まあ、この運営なんで、まあどうかなっていう、正直、 報告されるのかなっていう、まあ、あとはなんとでもまあまあクリティカルを上げるまあネジ系のマインドですよね。はいえー、と僕で言うとネジマインドは3枚あるんですよね。えっ、ー、と、鋭利なネジな。これですね。これ。鋭利な、鋭利なネジの弾丸。これですね。うん、これもまあクリティカルを当った時のダメージが1.8倍。ドドドモード上はね。通常の時は1.7倍と。 で、これがまあ、こういう系のね、これがまあ、えっ、ー、と、クリティカル上げる。これ、系は、えーっとお、俺様ほどではないがね、ですね。他には。俺様ほどではないがね。えっ、ー、と、どこだっけ。まあ、いいや。あの、ポールナイフのやつと、あとは、先日一応、ガシャボックスのガシャで、 クリティカルマインドを上げれる。倍率を上げれる。えっ、ー、と、いつの間に目の前にいたやつですね。あの、ディオのやつ。えっ、ー、と、これもど、これ本当画面がちょっと見づらい。もうちょっとこう、あのー、見やすくというかこう、モンストみたいにこう、検索できるようにならないかな。検索して、こう、マインドが、その、この語論にあった、ね、単語にあったやスマインドのみが出てくるんだよな。 ええと、これですね。多分これですね。はい。いつもよに見る前に。これもドドドモード時に当たったダメージは2倍ということで。まあ、こういう系のクリティカルマインド系ですよね。こういう系が特に、えっ、ー、と、ネジンゴですよね。ネジンゴにおいては。まあ、結局、あのー、やっぱタウンランキングね。このタウンランキング。この仕様だと、やっぱ、 ネジンゴとか、まあ、アタックモリモリとか、あとは、ま、キャラクターは、あガシャで、そこは、まあ、あの、人それぞれ、どれぐらい、あの、ガシャで、あとは引き運がいいかとか、それ、そこはもう本当に、あの、ま、運営も、ま、別にどうしようもないところではあるんですが、やっぱりネジンゴができるかどうかとか、うん、やっぱアタックモリモリにできるかとかっていう点で考えると、やっぱそういう、まあ、ぶっ壊れマインドとか、 あとは、猫草と <coughs>、猫草までとは言いませんけど、やっぱそういう、まあ、今日、強キャラのこうアシストっていうのがまあ来るのかな、来てほしいなという、まあ、まあ正直そういうのが来ないと、まあ多分こういうチャレンジ、このタウンランキングのね、チャレンジ、こういうのを積極的にクリアできる人がね、限られてくるので、どうしてもね、うん、そういうところでこう、同じこう土俵で、 こ,こう競え合えるっていうタウンランキングじゃなくなっているので現状ね、うん。なんでこう復刻した方がいいとは思うんですけどね。ただまあやっぱぶっ壊れっていう点で、ちょっと復刻されるかどうかっていうのはちょっと微妙なところですよね。正直うん。まあ、ただまあ復刻しないと全然あの平等性に欠けてるタウンランキングですよ。という感じですよね。正直でまあうん。 このまあ、とりあえず、えーとまあ、今日で、えー、タウンランキングが終了して、明日のメンテナンス終了後から、えー、6月17日まで、えー、っとこのバイト・オフ・ァイターズ3が開催されるということなんで、まあ、約10日ですね、これもね。はい、でこれ、本当に気になりますね。特定のクエストをクリアすると、イベントアイテムをドロップで,で。イベントアイテムを集めてボックスガシャを飛行なんで、 えー、まあ普通のガシャではないんですよね。ボックスガシャ。これ何のボックスなのかというところで気になりますよね。スタチューなのか、アシストスタチューなのか、えー、まあぶっ壊れそういうマインドなのかというね、ところで非常に気になります。あとはもう、えっ、ー、と、友情マインド、えー、友情ポイントで弾けるガシャ。これですよね、これ。友情ポイントで、えっ、ー、とまあそういうぶっ壊れマインドとかは弾けたわけなんですが、今までのね、 あのバレバティオファイターズ3では、えー、3じゃなくて、バレーティオファイターズシリーズではね、これも、友情ポイントで引けるようになるのかなっていうところも気になりますね。はい、ということで、ちょっと長々となってきたので、この辺で終了したいと思いますが、本当にちょっと、まあ、そういうぶっ壊れ系とかはね、本当に、まあ、やってなかった人がまあ、悪いっていう、まあ、その、まあ、一概に一悪いっていうか、まあ、やって悪いっていうか、 やってたもん勝ちみたいなところはやっぱあったんで、そのまあ、やってなかった人とかっていうのは、まあ、まあ一部、その自業自得かなというところはあるんですが、まあそれがね、やっぱがっつりこう、今後の徐々に DR をこう進めに当たって、特にタウンランキングとかね、そこに思もきし依存してるのがね、ちょっと多いかと思うんで、まあそういうぶっ壊れ系のマインドは、まあ、まあ何かしらのこう方法で、まあ、その、 介護官とかでもいいので、まあ、復刻された方がいいですよね、断然ね。はい。ね、ということで、えー、まあ、明日から、バーティアファイター3ですね、まあ、来ますということで、非常に楽しみでございます。えー、皆さんもね、えー、っと、えー、積極的にやっていきましょう。はい。本当に、一回取り逃すと、そういう、もう今後復刻されるかどうかわからないっていう、マインドとかアシストとかあったりするかもしれないので、 積極的にやっていきましょうというところでございますね。はい。ということで今回はこの辺で終了したいと思います。さよなら、